グスタッフ・ワッペルスは、ベルギーの画家である。作品には、フラマンゴ風のスタイルのグスタフ・ワッパーズとサインした。アントウェルペンで生まれた。アントウェルペン王立芸術学院で、ファンブレイや、ギオーム・ジャック・フレインズに学んだ後、パリに出て、ルーブルの巨匠たちの作品を模写して修行した。ヤーコブ・ヨルダーンスや、ピーテル・パウル・ルーベンスに、最も影響を受けたとされる。 1830年に27歳となったワッペルスは80年戦争におけるライデン包囲戦を描いた歴史画を描き認められた。ブルッセルの宮廷に招かれ、1832年にはアントウェルペン王立芸術学院の教授に任じられた。1835年にベルリー独立革命を題材にした歴史画が評判となり、ベルギー王レオポルド一世の宮廷画家に任じられた。 ファンブレーが没した後、アントウェルペン王立芸術学院の校長となった。1844年に男爵の称号を得た。ありがとうございます。